俺はね、ここユニクロありますね。はい、イケアとイオンに行きます。東ジャカルタに行きます。このイオン一番高いのか。何社着きました、イケア。イケアでございます。あっちにフードコートがある。じゃあ見ていきましょうか。特に見るもんないんですけど、ちょっと家具の値段を見に来ました。なんか柄がいいですね。どうですか、タケちゃん。教えんか。は？教えん。あんなこいつ。俺はね、高いよ。高いよ。あんま好きじゃないけど、このソファーの値段見てみましょうか。あー、まあ14万ぐらいね。一応新しい家の予算15万ぐらいなんで、ソファーは。はい。この190センチの食卓が、まあ、こんなもんですね。なんか結構安く見えるな。安いじゃない。うん。まあ14万ぐらい。まあ、予算内ですね。L 字タイプが21ですね。俺はもう完全に予算オーバーです。俺は無理。いいね。うん。ああ。全然ちゃうやん、こいつ。あ、これ。これはね、16。これギリギリっすね、これ。まあ、この下のキッチンセットが37万ぐらいで、上のやつが20万。多分自分でやった方が全然安いですね。高いな。座ってみ。まあ値段と同じぐらいですね。どうですか。おしえん、はい、ベッド、まあ、下が6万、で上がマットが7万とかそんなもんですね。お、下のやつが、まあ、4万でマットレスが1万5千ぐらい。午前中はまだ空いてます。あ、2つというか、これがメニューみたいですね。はい、いただきます。はい、どうぞ。こんな感じ。あいちゃん、今日はテイちゃんあげろ。ここはだ、食べてみ。うまい。このお皿のコーナーになるとね、うちの嫁のスピードが異常に遅くなるっていう感じです。あらん、あいつはこんかったらどうする。めっちゃあるな、アイテムが。この後イオン行きます。結構人呼んでおるな。まあ、イオンといえどね、他のモールと、まあ、似たようなもんが入ってますね。あ、ここユニクロありますね。屋上に来ました。観覧車がありますわ。はい、屋上の無料のプレイグラウンドです。
ジャカルタでパン1になっている男がいます。これは全体ですね。東ジャカルタ基本ここの屋上来て帰るだけな感じです。惣菜とか並んでますね。なんかなんちゃって寿司みたいな、鉄板焼きと天ぷら、いろいろありますね。スーパーマーケットですね。なんかイオンそのものだなこれは。ただブランドとしてなんかイオンの安いブランドとか売ってないですね。あ、トップバリューあるやん。トップバリュー肉ある。わあ、人めっちゃおるな。サーモン、すごい。ドライアイス、何これ。ちょ、おわ、安いんか高いんか分からん。うわすげえ。いやでもこれデルタマスにできたら嬉しいかもしれんな。疲れた、帰ります。すげえ疲れた。はい、ジャマメカに美味しいサテや、あの串があるっていうんで行ってきます。レッキュー。ここで日曜日にとっても多い人、朝の日曜日はここらしいっすわ。どこへ。ええやん、ええやん。そこの8番する方ができる。なんかクルプック勝手に食べてますね、あいつ。メニューです。パテがうまいらしいんだけど、ここ食べるな。パテそう、ね、食べたい。なんかいろいろパテバラエギーが、ね、まあ300円ぐらいか。これは鳥です。はい、今たけしと探検中です。なんかね、ジャカルタと同じ匂いがする。排気ガスの匂いなんかな。まあなんかいろいろありますね。いやインドネシアって感じだな。はい、これが噂のサテマランギです。あの牛の串焼きですね。こっちが鳥かな。食べてみたいと思います。美味しいよ。美味しいか。美味しいよ。もう終わりだ。またか、おめこいつ。ダケシ君の魚です。はい、大変大変、衣が大変で、ね、でもご飯美味しいよ。美味しい、ね、皆さんは鶏の方が美味しいかもしれん。うん、うまい、鶏が。あの牛の方は多分油があったら美味しい。僕は油なしを頼んだんでちょっとなんかあれだったけど。はい、じゃあこれからちょっとモール行きます。ジャバメカの、そういやもうクリスマスですね。たけし、高いね。はい、ここでポップコーンを買うだけです。はい、映画なんかもう5年も見てません。サトゥジャムやタケシ、タスジャム、バサ、バハサインドネシア、ブラジアル、サトゥジャムや、サトゥジャム。サトゥムニ。サトゥムニ。
人の家にね。